皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、静岡県から愛知県までに抜ける峠越えをしてみたいと思います。行きはあの上りでかあの 愛知県に差し掛かると今度 下りになるっていう、そういう道なんですけども、ちょっといいコースを見つけたので、あのこれであの充電のですね、その電池の容量がですね、どのくらい減るのか、何キロでどのくらい減るのか、そういう検証をねしていきたいと思います。これから峠に差し掛かるんですけども、今現在ですね、あと 48% で67キロっていうふうに出てます。トリップメーターをですね、ゼロにして1回ちょっとここからやってみたいと思います。ここから上りになりますので 48% で67キロの残量です。でこれでもうずっとあの上り坂です。制限速度が40キロなので、まあ、40キロで保った40キロ保って走行したいと思います。で走行モードはエコモードで、でドライブが D モードですね。ごくごく普通 あの一般的なあのモードになってます。スタンダードモードでですね、あの走りますとトルクがちょっと大きすぎてですね、あのスピードがどんどん出ちゃいますので、上り坂でもどんどん出ちゃいますので、ちょっとそれもあのよくありませんので、とりあえず、まあ、エコモードで今上り坂を登ってます。結構急なヘアピンのカーブになってますね。あのトルクがありますんで、エコモードであってもあの軽くアクセル踏めば上り坂をぐいぐい登ってくれますので、あの運転はね楽なんですけど、その分ですね電池の減り方も早いということで、今 1.1 キロ上りを走行しましたけど、実際に走行可能距離がですね今59になってますね。68か67からからなんで約9キロぐらい減ってるってことですね。まあ10倍とまで言わないですけど、7、8倍ぐらいのペースですね、あの走行可能距離が減ってます。まだもうちょっと上りが続くと思います。そうですね、ここの道あの走りやすいもんですから、40キロでねずっと走行するとですね、なんか、まあ、すごく徐行しているような、ね、感じもしないでもないですけど、まあ、このスピードであの維持したいと思います。これでですね、あの 1.8 キロぐらいが上り坂で、67からですんで、12キロですね、13キロ消耗したということですね。ここから下り坂になります。今愛知県に入りました。もうここでですねアクセルを踏むことはもうないので、あと回生ブレーキだけでずっとあの下っていくことになります。リーフはですね、頭が多少軽いもんですから、前方が軽いもんですから、まあ、エンジンでね重たいものが乗っかってないもので、あのかなり回答性が良くてですね、あのハンドルキットだけね曲がってくれます。これがですね FF 独特の、 あの走り方とはちょっと違います。なので FR とかね、あのクラウンとかそういうあの車やなんかからの乗り換えでもですね、あまり違和感なく乗れると思います。
結構な下り坂が続いてますね。これで2キロですね。頂上から2キロ増えましたね。1キロに対して2キロぐらいプラスっていうことですかね。1キロ下って航続可能距離が2キロ増えたということですね。そうかもしれないですけど、上りはやっぱりどうしてもですね、アクセル踏みっぱなしになりますので、バッテリーがどんどん減っていくんですけども、下りはですね、回生ブレーキが効きますので、もう、エンジンブレーキみたいな感じのですね、ブレーキ回生ですね、抵抗で発電してるみたいなので、そういう回生ブレーキっていうものが搭載されていますので、左でずっと走行していると航続可能距離がですね、どんどん増えてきますね。今53キロからですんで、6キロの走行可能距離が増えました。バッテリー残量はですね、48だったので、2% ですね、 2% 分のバッテリーが消耗したということですね。これで一応ですね、下りが終わったということになるみたいです。そんな感じでですね、下りは回線ブレーキが効いて、余計ですね、航続可能距離が増えるという、そういう現象でした。それでは今回もこの辺りで失礼いたします。もしよろしければですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。マイクでした。